皆さん、こんにちは。お元気ですか？いつも動画を見ていただきまして、誠にありがとうございます。双子山部屋相馬真也の相撲が調子いいですね。令和6年秋場所から、西三段目12枚目に昇格する相馬ですが、次こそは幕下に昇格してほしいですね。そしてさらに番付を上げていき、来年には幕下から十両昇進と行きたいですね。そんな相馬ですが、実は過去に日本一になったものすごい成績があるんです。今回は相馬の過去の輝かしい成績や、その時の恩師だった指導者の影響力、兄の小滝山と相馬の相撲について、今後の活躍についてなど詳しく紹介します。双子山部屋の相馬真也は令和5年3月場所で初土俵を踏んでいて、入門してまだ1年半ですが、現在は西三段目12枚目ということで、順調に番付を上げていますね。栃木県立黒羽高校時代には全国高校総体で8強入りを果たすなど大活躍しました。9月の3日には20歳の誕生日を迎えて、この笑顔可愛いですね。相馬は幕下が目標。現在の相馬の目標は、何としても脱三段目ですね。一日も早く幕下に上がりたいと思ってるに違いありません。秋場所からは西三段目12枚目ですから、幕下まではあと一息です。先場所の名古屋場所では5勝2敗という好成績でしたが、この調子でいきたいですね。三段目から幕下に上がるための昇進条件について解説します。三段目の定員は東西で各90枚で合わせて合計180人いるのですが、その中から幕下に上がるための条件は、11枚目以内で4勝以上、25枚目以内で5勝以上、50枚目以内で6勝以上、7戦全勝なら番付優勝の有無を問わず無条件で昇進ということです。相馬は秋場所から西三段目12枚目ということなので、5勝以上すれば翌場所からは幕下に上がることができます。過去に5勝したことはあるかというと、令和6年の成績では3月の春場所と7月の名古屋場所に5勝2敗という成績でしたので、今回の秋場所で5勝すれば11月の九州場所から幕下昇進できます。星一つの差で上がるかどうかの境目なので、相撲は厳しい世界ですね。秋場所は相馬の5勝以上に期待して応援していきましょう。相馬真也のプロフィール。本名相馬真也、しこ名相馬、生年月日平成16年9月3日、出身地栃木県大田原市、身長 178.0cm、 体重 133.1kg、 初土俵令和5年3月場所、最高位三段目12枚目。相馬真也は栃木県大田原市出身で、一の沢小4年の時に相撲を始めました。そして地元栃木県大田原市の相撲道場に通いながら実力をつけていきました。中学時代のすごい成績。相馬真也は中学時代にものすごい成績を残しているのですが、ご存知でしょうか？相馬真也は中学3年生の時には日本一になった記録があるのです。それは全国中学校体育大会、いわゆる全中です。相馬はこの全中で日本一になったのです。この写真は若草中学時代に全国大会で優勝した先方の大塚くん、写真左、優勝旗を持っているのが中堅の相馬真也くん、写真右で師匠で大将の磯くんです。2019年相馬真也は大田原市若草中学校時代に全国中学校体育大会全中の相撲団体戦に出場し、栃木県制覇の団体優勝に大きく貢献しました。全国中学校相撲選手権大会の団体戦で優勝、全国各県の相撲の強豪代表校48校の中でトップに立つというものすごい記録を叩き出しました。相馬真也は日本一になったのですから、すごいことなんですよね。決勝戦では強豪の石川県政を破り優勝し、このように栃木県庁に行って全国制覇の報告をしています。相馬真也の恩師は三田大輝の父親だった。全中で全国制覇した若草中学の3人は小学時代から大田原修士館という小学生向けの道場に通っていたのです。その大田原修士館というのは三田直樹さんという方が監督をされていて、
小学生向けの道場を開かれているのですが、大田原市立若草中学校の職員として若草中学では相撲部の監督をされています。双子山親方が指導に行く時もあるようですね。だから三田さんと親方はとても仲が良く親しくて、若草中学校から慶我雄斗、当時は小野寺雄斗を双子山部屋に紹介して入門させているのです。大田原修士館は双子山部屋の栃木県出身力士にとっては母校のような存在なのです。そしてこの度将来有望と期待され近畿大学相撲部出身の三田大輝が幕下再開付け出しで双子山部屋に入門して相馬や慶我の弟弟子になるわけですね。三田直樹さんは三田大輝のお父さんで相馬や慶我を指導していたんだから、なんだか鎖縁というか強い絆で結ばれていることをつくづく感じますね。高校時代の成績、相馬慎也は中学時代には若草中学を全中で日本一に輝かせるなど大活躍をしましたが、卒業後は相撲の強豪校である栃木県立黒羽高等学校に進学します。2022年夏の全国高校総体インターハイでは12年ぶりの団体8強入りに貢献しました。2022年12月、関東高校スポーツ相撲個人の部で無差別級は相馬慎也が2年連続3位に入賞しました。ということで相撲の実力は三田直樹さんから十分叩き込まれているので、大相撲では活躍する実力を保持していると言えるでしょう。相馬慎也が双子山部屋入門、高校時代は様々な大会で大活躍した後、2023年3月、相馬慎也は黒羽高等学校を卒業後、兄の小滝山と同様に双子山部屋に入門しました。こうして双子山部屋には相馬兄弟が稽古に励む日々が続くことになるのです。相馬慎也の兄は小滝山、相馬慎也には相馬健人というお兄さんがいます。健人さんは若草中学校を卒業し、すぐに双子山部屋に入門しています。また、小滝山というしこ名は、曽祖父のしこ名をもらっているということです。2017年小滝山は、最初は藤島部屋に入門したが、双子山部屋に変わっているんですね。曽祖父の相馬栄、小滝山が締めた化粧回しをつけているのです。三田大輝は救世主になれるか、双子山部屋にとって新しい風が吹き込んでいます。それは相馬兄弟だけでなく、慶我、桑江、月岡、菊池などの軽量力士にとっては嬉しい存在になるであろう三田大輝の入門です。三田は高校時代には世界一に輝いた実績を保持しています。さらに近畿大学時代には数々の輝かしい記録も残していますし、持ち味はおっつけや前光を引いての攻めなどのスピード相撲で幕内力士の若隆景を目指しているのです。そして入門して2年以内の関取昇進を宣言していますから、その相撲の実力は双子山部屋の力士全員のレベルアップにつながるのは間違いありません。さらに三田大輝の相撲には相馬が子供の頃から受けてきた三田直樹さんの教えを完全に習得している息子さんなので、相撲の技術はきっと役立つでしょう。相馬慎也の兄は小滝山強いのはどっち？相馬慎也は兄の健人とは年齢が一切違うのですが、健人さんは中学卒業後すぐに双子山部屋に入門していて、入門したのが2018年3月で、弟の慎也さんは2023年3月なので、弟の慎也さんよりも5年早く双子山部屋に入門しています。兄の小滝山は中学卒業後2018年3月入門して以来約6年半になります。番付を徐々に上げており、東幕下45枚目で新十両昇進まであと一息です。先ほど申しましたように、星一つの差で番付が上がるのか下がるのかが決まるこの相撲の世界の中で、小滝山は成績にムラがあり、勝ち越しを積み重ねていくことができなくて苦労してきました。番付が上がったり下がったりで安定した成績が継続できていないのがとても惜しいのです。秋場所では何としても幕下上位に上がりたい小滝山、目指すは勝ち越しです。ぜひ4勝以上勝ってほしいです。小滝山さん頑張れ。一方、弟の慎也さんが双子山部屋に入門したのは2023年3月で、
現在はまだ1年半です。番付は東三段目12枚目です。入門時期から考えると番付が一気に上がっているのは弟の信也さんの方ですね。相撲の成績から言えば兄の小滝山よりは相馬信也の方が番付が急成長していることから相馬信也の方が強いのではないかと思われますか。あなたはどう思いますか。今回は相馬の中学時代の全中で日本一に輝いた記録と今後の見通しについて紹介しましたが、この調子でいけば相馬は幕下昇進も近いと思います。相馬は5勝以上、小滝山は4勝以上の勝ち星を目指して最後まで決して諦めることなく全力で挑んでいくことでしょう。得意の突き押しで先手必勝、どんどん攻めの相撲をしていくことで確実に5勝できるはずです。幕下昇進を願うばかりです。兄の小滝山は入門して6年半、今度こそ秋場所での勝ち越し達成してくれることを祈ります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのコメントやいいねをいただけると嬉しいです。チャンネル登録もぜひお願いします。それでは失礼いたします。